拍手お願いします、はい、でまあ、大ちゃん本人にもちょっと出てきてもらいましたけど、はい、でなんかね皆さんにねぜひこういうところも聞けるようになったらいいかもよっていうのをちょっと提案しておきたいんですけど、最後に何とかしたいって書いてあるじゃないですか。で何とかしたいっていうのはなんか、このクライアントさんがですよ、まあ、がなんかこう変わりたいとか変化したいとかこのままじゃ嫌だって言ってるってことですよね。でここについて聞けると何が何とかしたいっていうのはって普通何とかしたいっていうのは聞かないじゃないですか。何とかしたいだろうって勝手に決めちゃうから。でもこの扉はまあ、絶対にとは言わないけどコーチには本当に開けてほしい扉なんですよ。なんでかって言ったら何とかしたいっていうのはって聞いて、いや実はこんなことで困っててとか、このままじゃこうなると思っちゃってとか、いやいつもこうでこのままだとこうなりそうだからなんとかなんとかって言われたりとか、いやいついつまでにしないといけないから何とかしたいんですとかってこう言ってくれたら何が起きるかっていうと、ここでですよ、じゃあちょっとそれやりましょうよっていう関係が生まれるっていうことです。コーチングしていくときに大切なのはクライアントさんと一緒に協力関係が生まれることで、クライアントさんが何かこの問題困ってるんです、あ、分かりました一緒にその問題やりましょうっていう関係が生まれたら、じゃあちょっと協力してもらいたいんだけどこういうこと教えてもらえませんかとか、こういうこと一緒に考えませんかがやりやすくなるじゃないですか。でここは実は関係性を作っていくポイントなんです。で共同関係って我々の業界ではこう言ったりするんですけど、協力して働く関係ですよね。で僕の、共同関係、共に働く関係がないとコーチング難しいね。この人が協力する気がないとか一緒にやる気がないとかコーチングできませんね絶対に。で共同関係っていうのは僕の考えだとこの2つなんですね。信頼と意欲、うん、で、あ、この人信頼できるなとか、なんかコーチングって信頼できそうっていう気持ちが一定のレベルまで上がってくること。もう一個は、あ、確かになんかこの問題解決したいとか、なんかこの人に手伝ってもらって一緒に何とかしたいっていう意欲が上がってくること。この信頼感と意欲が両方上がってきたときに二人で協力しながら何かやっていきましょうになるわけで、ここが聞けるとですよ、何とかしたいっていうのが聞けて、あ、そういうことなんですねやりましょうってなったら、この共同関係ができてきそうじゃないですか。だからね、なんかクライアントさんがセッションに期待しているものとか何か本当に困っているものが聞けそうな扉があったら、そこは開けるっていう習慣を持ってもらいたいわけ。普通の回答では考えませんから作らなくても、はい、何とかしたいっていうのは何とかしたいっていうのは、うんうんうん、やっぱ同じパターンを繰り返しているので、うんうんうん、もう分かっているのに、うんうん、同じ パターンを繰り返しているというところを変えていきたい、うんうん、そうだよね、変えていきたいどうしてってこうやるわけだよね。なんでかって言ったら変えていきたいどうしてとか変えていきたいっていうのはってやると、何に困ってるとか何のために変えたいがこう出てくるでしょ。でそういうことなんですねやりましょうってなる。変えていきたいのはどうしてですか。変えていきたいのは、例えばその相手の立場からすると早く、うん、そういった資料を出してくれた方がいいと思うんですよね。いいっていうのは信頼関係が早く生まれるっていうこともありますし、クオリティも、うん、例えば早く出しておいたらそれに対しての要求要望を出してもらえるので、出してもらうと何が起きるんですか、うん、そうするとさらにいいものが提供できる。そうか、今言っててどうですか。うん、そうですね、うんまあ、そういう関係を築くとまたさらに次の仕事が来たりとか他のところに紹介してもらえたりとかっていうことが起きそうで、それは欲しい、うんはい、なんだけどなかなかやる気になれなかったりとか、はい、パターンが繰り返されるっていうのもあるから、うんうん、これを機に何か変えられないかなってこと、はい、そうですね、でいいですか、はい、ちょっと一緒に考えてみましょうか、はい、でいうのをここでやっていくということね。で今ここで何とかしたいっていうのを聞いたときに、やっぱりそのこれからの仕事のこととか信頼関係とかで、信頼関係っていうのはきっと彼の価値観ですよね。で要は信頼されてしかも質の高い仕事がしたいとかで、もっとこれを広げていきたいっていう思いがこう伝わってきますよね。で、あ、そういうのっていいですねとか、あ、そのために何か新しいやり方っていうのを作りたいっていうことなんですねって、何ができるか分かんないけど一緒に協力させてくださいって、やれるとこまでやりましょうって言ったらね、話聞いてくれる、で自分の大切なことも触れてくれる、で何か確かにそれやりたいなと思えたら意欲が上がってくる、だから信頼感ができて意欲が上がってくるってことが起きそうですね。でなので実はね、そういうことが起きそうな扉はないかなとかっていうふうに探してみるとコーチングうまくいきやすくなると思いますよ。ちょっと隣の方と感想です、どうぞ。